YouTube のパートナープログラムに合格すると、画面がこんな画面になります。まず、ログインしてない状態でパートナーシップの申し込み画面に入ります。スラッシュ、パートナ、パートナーズですね。そうしますと、こういうふうに、今すぐ申し込む、こういうボタンが表示されます。次にログインした状態でやってみたいと思います。ログインした状態で、これですね。パートナーの申し込み画面に入ると、こういうおめでとうございますという、こういう画面に変わります。ですので、もしパートナーシッププログラムに選ばれたかどうか不安になった場合は、ここで確認してください。非常に簡単ですね。